皆様こんにちは。恋もゆるに出演いたします高畑敦子でございます。私はトネ役をやらせていただきます。私は普段賑やかでガチャガチャした役の方が多かったりするのですが、今回はその真反対の役を目指したいなと思います。いろいろやりたがる気持ちを抑え、なんかこう締める役っていう、締まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり長く消化で、いろんなことを我慢しつつ、商いのためお家のためと暮らしてきた、芯の太い女性になればなと。そうしながらもボロボロ私らしいところが出ると思いますので、そういうのぶとい締めのような役に、なるよう意気込んでおります。そうですね、稽古は皆さんの稽古見るの楽しみですし、今回は風情といいますか、大文字焼きとか蛍とか、そういうところもどういうふうに具現化なさるのかなっていう、その辺も美しいんじゃないかなって楽しみにしておりますし、基本はお三毛への愛恋愛もんでございますから、もう愛の不時着に入ってるハマってる私としてはですね、その辺もこうちょっとキュンキュンしたいなと思っています。楽しみにしています。このような時期ではございますけれども、公演が打てますことを大変ありがたく思っております。そしてお客様においでいただいてこその劇場でございます。これがまた評判を生みまして、たくさんの方に見ていただけますよう一度心を込めて作りたいと思いますが、皆様もぜひご宣伝の方、そして元気で劇場にお越しくださいますよう心よりお願い申し上げます。明治座でお待ちしております。